足跡がこっちに続いてる。みんな川に向かって歩いていったみたいだ。さっきから何か考えてる。黒魔術師の呪いについて考えて、旅人が呪いにかかり私たちはかからなかったのにはおそらく理由があるはずです。私たちがやっておらず彼らはやったこと、特別な行動をしたような覚えはないのですが、私たちは伝説の薬草を見つけるためにこの森を訪れ、それらしい薬草を見つけました。薬草を口にしつつ森の奥に分け入り、魔物と戦う、その繰り返しです。え？薬草を食べた？治療が必要なら聖職者のリシアンヌがいるのに。伝説の薬草、この村の近くにあるという伝説の薬草はアデリーヌという平凡な他の薬草と形が似ているため、食べてみなければ区別ができないと聞いています。噂の伝説の薬草の名前がアデリーヌだったのか。そんな名前は初めて聞くよ。父さんなら知っているかな。父さんは薬も作れるから。村長さんが作る薬は甘くてうまいん。君が薬を全部飲み干して怒られていたのを思い出したよ。薬草食べてみた。え？待ってください。この付近から気配を感じます。アンデッドですね。川の方向ですか。くそ、またアンデッドか。リシアンヌ、ごめんなさい。すでラテル、今はそんなことを考えている余裕はないよ。アンデッドがリシアンヌさんの中。ごめん、今は旅人を探すことに集中するよ。カーソン様のお出ましだ。切ること以外に方法はないのか。名の知れぬアンデッドさん、どうか。このアンデッドはいつか村を襲うでしょう。ここで倒しておいた方が村のためです。
まさかうちの村でこんなことをやらかすとはな。でも不自然ですね。ここまで追いかけてきたのに旅人の。待って、これを見てください。さっき倒れたアンデッドが口に草のようなものを加え。本当だ。まさかお腹が減って草を食べたなんてことは。はあ、アンデッドってのは草食なのか。風貌と いえ、アンデッドは人肉を貪る存在です。もう少し詳しく調べてみる必要が。行くぜ。じゃん。行くぜ。簡単だな。簡単。本当にみんな口に草をくわえています。ま、ほらラテル、まだ残メリット、カンパ、すべてアンデッドはこの近くで草を食べた。黒魔術師の呪い、薬草、そしてアンデッド。リシアンヌ。聖職者ならば黒。ええ、そうですね。とても綺麗で純粋。もし闇の魔力が宿っていれば瞬く間に毒素が広がります。純粋で綺麗な水。ラテル、先ほど調査のために採集した薬草。あ、うん、後でと。その薬草を持って川に向かいましょう。当たらない。みんな、すべて。あそこの巨大なアンデッドが見えますか。あれがこの一帯のアンデッドを操るボスの。気をつけてください。あのアンデッドからとても邪悪な気配、深い憎悪が感じられます。すまない、僕たちに黒魔術師を見つけ出してみんなをこんな目に合わせた対価を払わせてやる。
カーソン様のお出ましだ。行くぜ。行くぜ。弓の腕には自信があるよ。終わったか。川の水があの人たちの悲しみをす…まだ終わってはいません。手下を倒しただけで黒魔術師は健在です。ラテル、薬草をこちらに。今からこれを川に投げてみます。よく見ていて。水がどす黒くなっていく。一体ど…薬草に…これで全てが明らかになりました。この薬草には黒魔術の呪いが、そらく人をアンデッドに変える呪いだと思われます。アンデッドに。じゃあ薬草を食べて、俺たちが倒したアンデッドの中にはリシアンヌの…信じられません。これで黒魔術師がどれほど恐ろしい存在かよくお分かりになったでしょう。ええ、十分理解できました。旅人は伝説の薬草を探しに来たと言ってましたよね。その薬草の噂を広めたのも黒魔術師なんじゃないですか。一理あります。そうすれば…じゃあ噂を広めたやつを見つければ、その人物が黒魔術師、村に戻りましょう。決着を…村に噂好きの友達がいるんだ。ハンス、聞きたいことがあってさ。
お、ラテル、ギュント、フレットも。待ってくれ、そこの初め、まさか噂の村同士の異性交流？待ってくれよ、どうして俺は入れてくれないんだよ。おいハンス、ちょっと急いでるんだ、早く答えてくれ。そしてこの話は誰にも言わないでくれ。え、待ってくれ、深刻な話なのか。うちの村に伝説の薬草があるって噂聞いた。なんだ、アデリーヌとかってやつか。まさか噂好きの俺でもそんな。旅人はみんなあのことを話していた。まさかお前たち信じてるわけじゃないよな。そんなことじゃなくて、俺も誰かから。あ、そういえば旅人がいつも商店の近く。商店の近く。手がかりを掴んだようですね。行ってみましょう。なん。おじさん、ギュント、僕が。おじさん、旅人がこの付近 でその噂を広めたのは。なんおい、おっさん、前あの時はわざとじゃなかったが、そんな風に出るんならまたあの時みたいに手が滑っちまうかもな。そうすりゃ。でたらめ。父さんがですか。そんなはずは。おじさんもご存。そういえばその時の村長さんの様子が。とにかく様子が。それを操られ。そういえば今すぐ。ミーシャ、ミーシャ、中にいるのかい。鍵が。一緒に住んでいなくてもお前の。普段は鍵をかけないから受け取っ。うちの村には泥棒なんて。これほど平。かなり感情そ。そうだ、以前ミーシャから合鍵をどこかに書く。家の隣の。探してみ。みんな、
見つけた、この鍵だ。待って、ネックレスと手紙か、これを見てください。ミーシャが、パパ、お兄ちゃん、ミーシャだよ。お兄ちゃん、ミーシャの目があまり見えなかったが、最近たまにこう、早く治して一緒に遊んで、パパが怖い、パパとお兄ちゃんが大好きなミーシャより。家族の日、家族になった日は内緒で、こいつは内緒に。そうだね。家が、ミーシャも父さんも。ラテル、物は破損していますが、今は悲しんでいる場合ではありません。ここで何が起きたのかを調べなければ。きっと近くに手がかりがあるはずだ。探してみなきゃ。こいつは一体。村や森にある。ここにメモが。鮮血国。鮮血。鮮血。ラテル、どうした？いや、なんでもないよ。鮮血国。いや、今はそんなことと。これは日記みたいだが、今はどんな手がかりでも欲しいんだ。僕が見てみる。一週間前の内容だ。ここで終わってる。地震？そういえば、さっき見、どういう、黒魔術師が村長を操っていたなら、スタンロー、テーブル。待って、ラテル、もし触れる順番か。ありえない。おかしいな。フレッド、そうだろ。確かにな。装置を作るのなら、黒魔術師はいつ、想像よりもずっと以前からのよ。この下に、ミーシャ、今は考えている暇なんてない。早く下に降りて。二人、何をするんだ、この。下がってください、まだ状況。お兄ちゃん、パパが、パパ。父さん、
ラテル、落胆すべきか家族として受け入れた恩も忘れて、ことをここまで複雑に鮮血刻印の完成をこの目で見れるとはな。か、と、父さん。ラテル、下がれ。バカな俺でももうわかる。フレッド、わしがルーゴ村の村長が、ラテルとミーシャの父、お前が見たこと感じたことこそが真実。聞く価値はありません。皆さん武器を構えてください。貴様、しかしもはやこの姿を維持するのに。鮮血刻印に比べれば劣るものだが、お前の体に宿っている呪いもまたわしが心血を注いで育てたもの。その呪いに宿りし闇の魔力を手にすれば、さあ時は来たれり。ミーサ、これ以上迷っている暇はありません。貴様の強さは認めてやろう。かかってくるがいい。行くぜ。